はい、リターンについて動画をお届けさせていただいております。前回の動画ではスプリットステップをした後の次の一歩目の出し方について動画をお届けさせていただきました。今回の動画では、ではこの軸足の作り方と構えの作り方について動画をお届けさせていただきたいと思います。前回の動画でこの軸足をどのように出していくか、軸足が大事なポイントになってくるという点をお届けさせていただきました。そして今回の動画では、では足を出しても構えが大きく作りすぎてしまっては振り遅れる原因になってしまいます。ですので構えとこの軸足をつなげ、どのようにコンパクトに構えを作っていくかといった点についてお届けさせていただきたいと思います。構えを作っていくときに、特にリターンの場合は時間がないので、この足と構えがバラバラになってしまってはタイミングが遅れてしまいます。ですのでこの時のポイントは、構えを作っていくときにこの右半身、フォアであれば右半身、バックであれば左半身、この体半分をボールの後ろに持っていくような感覚で構えを作ってみましょう。例えばフォアであれば軸足とこの構えを一緒に作りに行きます。こうすることで構えを作ることができます。バックであれば軸足と構えを一緒に作りに行きます。両手でも一緒に作りに行きます。はい、このように足と上体をバラバラに捉えるのではなく、一緒にユニット、一つのユニット、つながっているものとして捉えるようにしてみましょう。このように一つのユニットとして捉えることで動作を一度に終えることができ、構えを軸足をセットするのと同時に終えることができます。そして構えを作っていくときには、できるだけ右半身を一緒にセットし、この時に手を大きく引かないようにしましょう。ラケットはできるだけ打点に近いところ、ここに置いておくことでコンパクトなスイングをしていくことができます。このようにリターンで取り組むときは、この軸足と右半身、この右半身を一つのユニット、体半分を一つのユニットとして捉えるようにし、ボールの後ろにセットしていくようにしてみましょう。今回のリターンについての動画は以上になります。ありがとうございました。